Ora! Scusso! Ah? No. Oh. Thank you.
なあ。なんだと？いや、ほら、なんだって？紫ダンだ。そういえば、傑作だぜ。くだらねえ。おい、力だ。なんだと？革命だ。力こそがルールだ。ちょっと、待てよ。おい、んだと？なあ、ああ、クソが。ところで、え、そうなんです。ええ、つまり、ちくしょう。僕が、おい、ぶち壊してやる。
マジで？おい。ああ、今事務所で確認してきたけど、元京浜同盟の人たちは君の紹介で入った人みたいだね。辞めさせる会は辞任してもらう。一連の疑惑についても議会には報告しておくから。そんなそれだけは勘弁を。許すつもりはないよ。頭冷やしたか？くそ、くそ、くそが、くそ誰が！どうして俺はいつもこうなんだ？なんで空回りばかり？なあダン君、君もリナと同様、レイジの影に囚われていたんじゃないか？兄貴の影に。君がどうしてメイドインヘブンで顔を隠して活動していたのか、なんとなくわかるよ。お兄さんと比較されたくなかったからじゃないか。だからレイジとは異なるやり方でのし上がろうとしてきたんじゃないか。アウトローたちの世界でレイジのような速さではない暴力を使ってね。うるせんだよ、ズケズケと。君は中学生の時からやんちゃだったからね。よく補導されていたもん。将来を心配していたんだ。昔からよ、兄貴の存在が鬱陶しかったんだ。どいつもこいつもレイジ君はレイジ君はって言いやがる。しまいにはメイドインヘブンなんて族立ち上げて不良どもから神格化されちまった。そんなお兄さんとうり二つの顔だったんだ。みな君にレイジを重ねてしまったんだろうね。ああ、さっきも俺の顔を見た途端連中態度を変えやがった。みんな俺を通して兄貴を見てやがるんだ。人が何と言おうと君は君だ。お兄さんの影を追いかけることはない。だって君自身が光なんだからね。君も過去ではない。明日に向かって走るんだ。相変わらずくせえおっさんだ。言われなくたってそうすら。
あ？うん。くだらねえ。なあ。ああ。八神。なあ。うん。ふーん。おい。え？え？八神っち。なあ。教えてやれよ。やべえだろ。は？ヤガミ。ヤガミっち。よし。ああ。ヤガミさん。はあ。よろしく。おう。